未明のイスラエルとレバノンの国境付近で鳴り響く爆発音。別の映像でも爆発が繰り返し確認されました。イスラエル軍は日本時間の午前8時ごろに声明を発表。レバノンへの地上侵攻を開始したと明らかにしました。その後、公開されたビデオメッセージで地上侵攻に踏み切った理由をこう説明しました。ヒズボラは国境近くの村々を10月7日のような侵攻のための基地として使う準備をしていた。一夜明けて、レバノンとの国境から 3.5 キロほどにあるイスラエルの町では、この辺り一帯今もうゴーストタウン化していまして、ここほとんどの店、ここすべての店がこのように営業、今もそうですね、これ大きな砲撃の音が数十秒に1回鳴り響いている状況です。取材中にも砲撃音が鳴り響き、店が並ぶ通りに人の姿は見当たりません。さらに国境の近くに向かっていると、北部にと向かっていますけれども、イスラエル軍の軍用車両かなり多い量、これ今ここに留め置かれています。地上侵攻の動きが進む中で、こうして軍用車両がこういった近の場所に今埋められているという状況です。イスラエルが地上侵攻を行ったのは2006年の大規模戦闘以来です。現在レバノンではイスラエル軍の空爆が繰り返されています。30日の首都ベイルートなどでの空爆では95人が死亡しました。パレスチナ自治区ガザで続く戦闘はレバノンまで広がり、人道的危機の拡大が止まりません。ここで中継を結びます。レバノンとの国境から 3.5 キロほどのところ、非常に近いですね。イスラエル北部にはマスオ記者がいます。マスオさん、イスラエル軍が地上侵攻に踏み切った一番の理由というのは何なんでしょうか。はい、小川さん、まずですね、たった今入ってきた情報からお伝えさせてください、はい、複数のアメリカメディアですが、政府高官の話としてですね、イランがイスラエルに対して弾道ミサイルを発射する兆候を確認したと報じてきました。イランによるイスラエルへの弾道ミサイルが差し迫っているということです。もし実際に発射することになれば、紛争拡大のリスクが大きくこれまた高まることになります。さて、私がいるのはレバノン国境からおよそ 3.5 キロほどの場所です。この町はですね、ヒズボラからの攻撃を頻繁に受けていまして、そうしたこともあって住人はもう完全にいない状況なんです。そして今回イスラエル軍が地上侵攻を決めた大きな一つの理由が、まさにこうして避難を余儀なくされた住人をここに帰還させるためなんだというふうに説明しています。まあ、一方でイスラエル側としては、来週1年を迎えるハマスとの戦闘で終結の予兆が全くない、そしてまた人質の解放の目処が立たない、まあ、そうした中で高まる国民のこの不満をかわしたいと、そういった思惑というのも透けて見えてきます。そうした中でイランがイスラエルに対して弾道ミサイル発射の兆候と、前山さん、緊張が高まってきますね。1ヶ月前にはイスラエルの国内でもう攻撃やめようみたいな大規模なデモがあったじゃないですか、なんかそれ少しなんかイスラエルも冷静な人たちもいるんだなと思ったんですけど、そうでしたね、現場見てるとなんかもう緊張感ですごいパキパキしてるような印象があるんですけど、その辺ってどうなんですかね。マスオさん、いかがでしょう。そうですね、やはりはい、今回のこの地上侵攻のですね、受け止めについてはやはり国内の中でもさまざまな意見あります。やはりこうした避難を余儀なくされている北部の人たちは、今も大きな砲撃音、これイスラエル側からヒズボラに対しての砲撃が続いています。これ数十秒に1回繰り返されています、うん、話を戻しますけれども、これ地上北部でですね、避難を余儀なくされている住民にとっては一刻も早く戻りたいですので、今回のこの地上侵攻をサポートしていますけれども、一方で
確実に言えるのは、この地上侵攻をしたことによってですね、戦闘がさらに拡大するリスクというのが大きく高まったということなんです。まあ、そうしたこともあって、多くのイスラエル国民からは、まあ、今回の判断は間違ってるんじゃないか、まあ、そういった政権を批判する声というのも多く聞かれています。すごい賢明な国のイメージがイスラエルにはあるんですけど、なんかずっとこの報道を聞いてると上級してんじゃないかってちょっと思ってしまうような行動が多いですよね。なんかもう少し冷静になって、こういう行動が結果を何を生むのかって考えると、結局そのイランが攻撃の準備っていうことになると、ね、全然いい方向にほとんど向かってないですよね、この1年。なんですかね、これ政治がここまで暴走しちゃうっていうのを国民が止められないっていうのは、民主主義としてはダメですよね。歯止めが効かないという状況がありますね。はい、まあ、総記者の報告でした。